はい、恒例の2部の幕開けのゲストでございます。さあ、今年も楽器を一つ演奏していただきましょう。今回候補として持ってきましたのがこれ、知ってる？知らない。木魚と言います。これやってみたい？いや、やったくない。これは浜さん、何ですか？ちょっと名前が長いんですが、はい、ビブラスラップと言います。ビブラスラップ。はい、皆さん覚えましたか？試験に出ますよ。ビブラスラップ。はい、これどうするんですかね。これどうするんですか？そうです、こう持っていただいて、ここを叩くと皆さんよくおなじみの演歌でも聞く音に。ああ、では試してよ。さあ、悪は木を切る、ヘイヘイホーヘイヘイホー。これいいね。これやってみる。これもダメ。これはこれお通じが悪い時に使うやつですか？違う。ちょっと楽器の名前はわからないんですが、よく自転車とかにね、昔ついていたかっていうか、はい、そのこれ正式な演奏法があるんですか？いえ、ただ握って話すだけです。はい、そんな感じです。これはできるね。あ、できる。ではやってごらん。ほら、まあこれから練習か。はい、これ叩くよ。はい、叩いて。あなた成功率5割なんだからさ、このとこもうちょっとなんとかならない？あなた1年間の努力はどうなったの？はい、行って。もう一回行くよ。3、はい。はい、これ持って。木魚、あなたが嫌いだった木魚。3、はい。これいけるね。よかったね、これ。じゃあ、これはパフ。愛嬌振りまいてんじゃないわ、やった。あんまりよくできてないわよ。でもこれで演奏するんだよ。何やるんだっけ？シンコペーテッドクロックというアンダーソンの、これはあの、ちょっとこうなっちゃった時計の話？こうなっちゃった時計の話って私もひどいよね。日本語わからないんですよ、外国生活長かったから。自慢よ。さあ、それでは全員でシンコペーテッドクロックやりますよ。あんたうまくやんなきゃダメよ。やんないとギャラ出ないからね。白黒ホルモンにして食べちゃうから。
や今年は楽器が3つになったね。すごい、すごいよ。今日は食べないといてあげるからね。さあ、あいこさん、あとはあの皆さんが引っ込むときにホワイエで愛嬌を売ってくれれば今日のお仕事終わりだから。はい、これであいころさんは撤収です。帰るの、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 ほら楽器を持って帰るんですよ。早く帰れって愛嬌を振りまな。はい、拍手してあげて、拍手してあげて。